はいお疲れ様です。元水です。今回のお話なんですけど、小林綾ナさんのお話ですね。ここ最近、小林綾ナさん多いのと、あと、連投すみません。ちょっとね、あの本当も、元光さんどう動画作りか追いつかないぐらい、小林綾ナさん、いろいろ燃料を投下してくるんですよ、はいで。今回の話なんですけど、相次ぐアンチからの誹謗中傷に徹底対抗、今日から嫌がらせ行為をする人は晒しますということで、なんと、嫌がらせ行為、まあなんかなん、DM というか、 メール送ってきた人かな、今回だったら。具体的に言うと、嫌がらせ行為をする人、そういった、ね、メール送ってきた内容を公開して、メールアドレスと、えーまあ、メールに書いてある名前、えー、フルネームで公開してます、公開します、晒しますって言ってるんですよ、えー。それがやばくて、まあちょっとね、今回の話、ちょっと全体未聞すぎて、なんだっていうふうに思います。まあ確かにね、誹謗中傷は良くないんですよ。 ただこの行為をしたところで結局小林綾菜さんに悪さが来るというか悪評がついちゃうよって話なんでうんまあちょっとねそこら辺をね具体的に元道の感想を交えながらお話ししていこうかなと思いますはい元道のチャンネルでは自陣にスけのことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします え本文見ていきましょうタレントの小林綾奈が22日ツイッターを更新アンチから際限なく寄せられる誹謗中傷コメントに対し徹底対抗することを宣言したということです。で小林ははこんにちは えー、今日から嫌がらせ行為をしてくる人は晒すことにします。我慢する必要なんて全くないので、と堪忍袋の尾が切れた様子で口汚く、罵ってきた相手の名前とメールアドレスなどを次々とアップしたと、これはね、ツイッターでやってるんですよ。おで、どういう感じなのって。えー、ね えー、その一つのスクショはこれなんですけど、件名がゴミ野郎、えー、本文もゴミ野郎ということで、あと、フルネームが入ってるんですよね。まあ、これ本当かどうか分かんないですけど、で、Gmail のかなアドレスが入ってて、こんな、まあ、ちょっと今モザイクかけてるんですけど、まあ、こういう状況なんですよ。まあ、こういうのをポンポンポンと上げてるだろうという話なんですけど、うん、まあ、だろうっていうのはね、ちょっと後でお話しするんですけど、不明確なんですよ。で、まあ、こんな感じで、ね、一例が上がっていると。 いうことなんですよで、まあ、ちょっと先に記事読みましょうさらに言葉で言ってもなくならないから人に嫌がらせをしたら帰ってくるよということを分からせますと実力行使に踏み切った理由を明かしたフォロワーからはあまり無理しないでね絶対もっと炎上して嫌がらせ増えるこれ以上はやめといた方が むしろ抑止力になっていいと思います。全面支持します。こんなこと許されないですよ。など賛否両論が寄せられていると、まさにそりゃそりゃ賛否両論に。こんなことないですもん、普通ね。 で、えー、小林は2016年にお笑いコンビ流れ星のイケメン芸人、瀧上こと瀧上とできちゃった婚したがコロナ禍のおうち生活で次第に夫婦喧嘩が増えて昨週にコロナ離婚13歳上の夫と別れシングルマザーとして、えー、長女と生活している先日、ラーメン店で起きたトラブルをめぐりネットが炎大炎上したということですね説明してくれてるんですけどまあね、このさらすっていうことですよ。 うんえー、名前とメールアドレスなどをね、さしていくんですけど、まあ、そのいろんなことで、まあ、炎上はしてるんですけど、今、一番ホットなのはやっぱり本さんとの話ですよね。で、中本さんとの話っていうのは、一つポイントとして、えー、晒すっていうことが、えー、ポイントとして挙げられるんですよ。えー、中本っていう名前を出して、ラーメン店を批判してたことが、えー、問題だったわけですよね、一つね。 うん、そこら辺がなぜわかんないのかな、うん、同じことやってるんですよ。まあ全然違いますよ。中本さんがのことを言うのとその誹謗受傷してきた人のことを言うのは全然話は違うんですけど晒すっていう意味では同じですよね。 で中本さんとの話はね和解をしたっていうことなんですけど本来一般的な流れだったら中本その店舗にその批判文句があるんであれば本社に対して質問したり問い合わせしたりするわけですよねこの対応おかしかったよってまあその小林綾奈さんも実際やってるわけですやってるんですけどそっから先ネット上みんなが見れるそういうネット上の場所に 店名を、えー、中本って言って、そして、えー、こんな行為をされたって、えー、批判をしてるわけですよね。これはもうね、違うとこにルフしちゃってるわけなんですよ。晒してる状態で。なので、普通のその中本さんとの問題だったら当事者間だけで解決すればいい話なのに、自分からね世の中を巻き込んでるんだから、まあ、そもそも批判をするなとか。 ひ誹謗中傷来るのもしょうがないと思うんですよね。誹謗中傷はよくないんですけど、でもそれぐらいのことをしちゃってるんですよ、きっかけは。うん、で、そしてまた今回そのポイントとなった、晒すっていう行為を方向性違うところでやっちゃうっていうのは、それはよくないんじゃないの うん、でまあ元光にちょっと例えようかなと思うんですけどあのこの行為のことをね、えー、誹謗中傷してくる人を晒すっていう行為って、まあ、全然違う例えかもしれないですけど、あのー、どこか人の家に落書きをするようなもんだと思うんですよ。うん、で、まあ、何が言いたいかというと、まあ、落書きしたところでその人その家の人は ねえー、すごい目は被られると、そして、まあ、自分は捕まったりしたら、えー、なんかあいつ、落書きしてたりとか悪い評判がつくと、うんまあ、もしくは警察行ったりとかするわけじゃないですか、でこういう話って、誰一人得しないんですよ。で、その、あのー、今回の話も、誹謗中傷した人もよくないですよ、ただ誹謗中傷をさらしたところで、小林彩菜さんが得することってないんですよ。 あの誹謗中傷した人が、なんかね、えー、ネット上で、あ,ある種、制裁というか、お前、誹謗中傷良くないよって言われるかもしれないですけど、えそれって別に小林彩菜さんにとって得なこと何もないですよね。うんうん、って思うんですけどね、多分もっと、うまたこいつさらしたわって思われてえ、より炎上する方向しかないと思うんですけどね、小林さん。 例えが落書きと例えたのはおかしかったかもしれないですけど、まあ、要するに、まあ、ゆ愉快犯というか何て言うんでしょうね、えーまあ、誰も得しない純粋ないたずらレベルだと思うんですよ、うん、でしかも自分の名前、えー、その自分の評価すら下げてしまうようなこと必要ないことだと思うんですよね、うんまあ、もし本当に戦うんであれば、まあ え小林さんもね、例に挙げてたんですけど、えー、木村花さんのお母さんみたいに、ちゃんとね、徹底的に裁判とかで、法で戦うしかないと思うんですよね。本当に個人と戦うんであれば。うん。まあ、そこかどうかなと思います、やり方としては。で、しかもね、こっからなんですよ。本にさね、意味わかんねえって思ったの。まあ、これだけでも、十分意味わかんないんですけど、でそっから先ですよ。 はい、こちら、えー、小林綾奈さん、今、ツイートがね、非公開になっちゃいました。はい。何ですか、これ。<laughs> 何ですか。そして、まあ、ちょっとね、ここが承認されたらね、えー、見れるらしいんですよね、フォローして。多分、本光はフォローしても、承認されないんで、フォローはしないですけど、はい。これ、どういうことなんですか。ちょっと、本光もね、ツイッター歴、そんな長いわけじゃないんで、よくわかってないんですけど、これ、フォローしたら、えー、小林さんが OK 出したら見れるようになっちゃうってことですかね。 つまり、このフォロワー1.4万人の人たちはその権利が一応ある可能性があるってことですか。うん。まあ、あのー、前まではここ公開になってて、ここで、えー、その、その、あれですよ、あのー、今回みたいな Gmail と名前を晒してたわけなんですけど、それが今非公開なんですよね。 どうやどういう人たちが見えるの今も多分続いてるんじゃないですかこれどうなんだろうちょっと非公開なんでそこら辺は分かんないんですけどね箱の中身は分かんないんですけど 続いてるんじゃないのかなって思うですけどね。それか、もう、多くの人に止められて、周りの人にね、それはダメだよって言われて、実際に止めたのか、どっちなのかわかんないんですけど、少なくとも今このツイート、小林さんがやってるツイート見れる人って誰なのこのフォローしてる人が見れる。194人が見れるのかなまあ、何にしても、ある一定の人たちだけそういう情報を見せてるって、ちょっとひどくないですかうん。 だから、えー、不特定多数の批判を受けることは回避しながら、自分たちの身内、まあ、小林彩菜さんを擁護する側の人たちには、えー、この人の、ゴミ野郎って言ってきた人の情報を、えー、提供するということですよね。えこれ、すごくひどい話だと思うんですけど。 ちょっとね、あの状況が分かってね、これ何人が見れるかも分かんないってことですよね。うん、どうなんだろう。まあ、そこら辺はね、ちょっとここ非公開にされちゃったんで、分かんないと。まあ、とにかく逃げちゃったんですよね、えー。もうオープンにはしないみたいです。はい、<laughs> どういう理由なのか分かんないですけど。で、えー、っとね、そんな中、小林綾菜さんについての話がね、いっぱいあるんですよ。 で、あんまり噂話ってあげたくはないんですけど、あまりにも多い話があってですね、それちょっと紹介しようと思います。はい。まあ、なので、全部を信じないでください、元光が言ってること。はい。で、まあ、この方がツイートしてるんですけど、この方がね、えっ、ー、と、まあ、そのコメントの 返信返信で会話してるような内容の途中なんですけど、これがね、最後に言っておくと。前置きですね、その会話の途中なんで。和解したと言いつつ、ブログでは中本が嘘をついてると言ってるし、第三者が中本に誹謗中傷するよう誘導したのは小林。しかし私も誹謗中傷は嫌いだ。批判はするというふうに言われてます。で、えっと、こういった、なんだろうな、元水もこういうの、本当かなと思って探すんですけど、ソースがないんですよ。なんせ。 で、出てこないんですけど、こういったことがね、この方以外もいっぱいその発信されてるんですよね。なので、ちょっとさすがに。 デマって話でもないのかなって、誰かがデマ流してるのか、なんかあまりにもこういう話がいっぱいあるんですよ。もしね、ソース知ってるよとか、ここに行ったら見れるよとかいうのがあればね、元光のね、ちょっと <laughs>、良ければ面倒かもしれないですけど、DM かなんかコメントとかいただけたらなと思うんで、よろしくお願いします、知ってる人は。ちょっとね、確かな情報じゃないかもしれないんで、いいねはなしでして、リツイートだけしとくんで、ちょっとね、ここら辺の話、気になるところです。そしてですね、あと、 あのまあ、ここにも通ずるんですけど他にもねあの実は小林隼奈さんはあの中本で、えー、毎回ラーメンを残してたっていうブログがあるっていう人もいるんですよ、うん、私いつも多いんで残すんですよ中本のラーメンはっていうねそういう風に書いてるブログがあったっていう話も聞くんですよね聞くというか、まあ、ツイッターとか、えー、ネット上では落ちてるんですで もし本当にそうだとしたらあの何回も行ってるお店だとしたら社員さんはそれを知った上で声をかけた可能性とかもあるんで、うん、言ってることがごちゃごちゃになってくるんですよね。で今回和解の、あのー、時の話も、えー、なんかちょっと意見の食い違いがあったとか私まだ食べてる途中だったとか残ってるのが見えなかったとかっていうのがあるんですけど普段から、ね、ラーメン残してるんであればちょっと話が変わってくるよということとかね。 うんなんかね、いろんな情報があるんですよね。で、その理由が、おそらくなんですけど、あのー、この方、裏ブログとかもしてるんですよ。裏ブログとかっていう、世の中そういう言葉なのかな。ちょっとよくわからないですけど、本来のブログとは別のところでね、えー、ブログをやってると。フォローミーっていうね、えー、そんな、あのー、有料のブログ、も会員制ブログみたいな感じらしいんですよね。で、小林さんにお金を払って、 でえー、小林さんに直接じゃないけど、小林さんに会員費払って、えー、このブログの内容を見れるという感じなんですよね。だから会員登録しないと見れないんですよ。うん、で、月額いくらか払わないと。まあそういった裏黒ブログもやってたりして、まあそこら辺でつぶやいてる可能性もあるのかなと思います。はい。まあ、とはいえ、まあ、この後半はね、ちょっと。 あの噂話なんで、まあもし情報がね、はっきりした情報がある人は教えていただけたらなと思います。はい。ということでね、今回の動画は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。ただね、もう晒したりしなければいいちょっと黙っとけばいいのかなと思うんですけどね、まあ本人のことを考えても、なんでこう、 ね、もう1日2日で、なんかあなた新しいわけのわからないことをね、えー、ヤフーニュース上がるようなことばっかやってるんで、ちょっとよくわからないということです。はい、えー、もっとみつな動画では、えー、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。